昨年高卒2年目で6勝を挙げブレイクし、WBC 日本代表に選出され、今シーズンはタイトル獲得が期待されている高橋宏斗選手。今回はそんな高橋選手の面白いエピソードを50個紹介します。高橋選手が野球を始めたのは小学2年生の時、地元の少年野球チーム、三郷ファイターズに入団し、主にセカンドやショートを務めた。小学6年時にはドラゴンズジュニアのメンバーに選出され、2番ショートとしてプレーした。2つ上の兄、レイスケさんは7歳の頃にリトルリーグに入る。弟の高橋選手は両親と共に応援に足を運び、初めて野球を目の当たりにする。レイスケさんはその後どんどん実力をつけ、中学では強豪のトヨタシニアに入団。トヨタシニアでエースとなり、全国大会までチームを導いた上、チーム初優勝をつかむ。その姿をフェンス越しで見ていた高橋選手は、絶対に兄を抜かす、と心に決めたそう。兄の後を追い、高橋選手もトヨタシニアに入団。兄と同じく、全国制覇を目標に野球に打ち込むが、中学3年生で初出場した全国大会で2回戦敗退。自分の実力は全国ではまだまだだと痛感したそう。テレビ番組、サンデードラゴンズに出演した際、オフは何をして過ごしますか？という質問に対し、基本的には寝ていますと答える。同番組で柳選手から、なんでそんなに面白くないんですか？といじられた際に、いや、柳さんが大体笑っているときは、僕が何かを言っているときと反抗。さらには、でも僕は柳さんで笑ったことがないです。とまで言った。オフ、オリックスバファローズの山本由伸選手と約2ヶ月に及ぶ自主トレを行う。山本選手は、今の高橋宏斗はかなり進化している。スプリットだけじゃないと思ってください、と話した。山本選手と自主トレを行ったこともあり、一時期フォームが山本選手のようになった。これを見た中日ドラゴンズ、立浪監督は、明らかにフォームが変わっている。そういうことも投手コーチと話しながらやってほしい。全部が全部、一緒にしようとするとおかしくなると思う、と指摘。立浪監督の指摘を受けた高橋選手は、すぐに元のフォームに戻した。自主トレを行った山本選手と一緒に WBC のメンバーに選ばれる。侍ジャパンの公式インスタグラムには、高橋選手が山本選手に肩を組んで絡みに行く姿などがアップされている。山本選手は、すごく性格もいいし、同じ AB 型だし、2ヶ月間、食事から全部一緒にやりました。と高橋選手と行った自主トレを振り返った。一方の高橋選手は自主トレを終えた際、自身のインスタグラムで、明日から遠距離で寂しくなっちゃうけど、気持ちは家族と山本選手について投稿。先日行われた WBC 準決勝、メキシコ戦でブルペンに移動する姿がテレビに映される。しかし入り口の扉が開かず、外野でおろおろ。それには SNS でも、緊張感ある中の高橋宏斗が和んだ。高橋宏斗くん迷子。ブルペンに入れなかった高橋宏斗本幕さん。可愛かったな、などの声が溢れた。さらにはタレントの二宮和也さんが自身のツイッターに、迷子の高橋くん最高だったな。とツイート。試合が終わると、大感動と大興奮で忘れかけたが、無事にブルペンに入れた高橋くんはちゃんと出ることはできたかな。心配、と再びツイート。読売ジャイアンツの中山礼都選手とは高校時代の同級生。昨年のプロ初対戦ではオールストレートでピッチャーゴロに仕留め、高橋選手に軍配が上がる。中京大中京高校時代、愛知県高校野球選抜の台湾遠征メンバーに選出され、自身を含めた中京大中京高校のメンバー10人のほか、県内他校の有力選手として選出された現中日ドラゴンズ上田選手や現オリックスバファローズ中川拓磨選手らと共に参加したそう。一時は兄の母校である慶応大学進学を希望していたが、栄養入試で不合格になり、プロ志望に進路を変えることに。侍ジャパン強化試合で中日と対戦。始球式に登場した乃木坂46のセンター、久保詩織さんの始球式の指導係、キャッチャーを担当し、それを見た乃木坂ファンが嫉妬し、プチ炎上。宮崎で行われた侍ジャパンのキャンプでパドレスで活躍するメジャーリーガー、ダルビッシュ有投手に一人で絡みに行ったそう。プロに入って泣いたことはあるかという質問に対し、1年目の夏頃ですね。ハマスタの試合が中止になって、ホテルの部屋で映画見て泣きました、と答える。昨年は援護に恵まれない試合が多く、7月18日の DeNA 戦では7回に失点。自己最多の12奪三振を奪うも敗戦投手。試合後に三振を100個取ったら勝てるわけじゃないので。とコメント。中京大中京高校のチームメイトによると、高校時代の高橋選手はお茶目な性格だったといい、みんなを笑わせるムードメーカーだったそう。また、電車の乗り換えの時にゴミが落ちていたら最寄りの駅まで持って行って、ゴミ箱に捨てる、と好感度アップの証言も。
ちなみに WBC の高卒3年目での代表入りは第2回の田中将大選手以来。日本代表の栗山監督は高橋選手について、すごくみんなが思っている以上の大爆発みたいな可能性のあるピッチャー、付き合いたい女性は年上年下という質問に対し、年齢は気にしないですと答える。求めるものについては、美味しいご飯を作れる人と答えたそう。野球選手以外になりたかった職業についてはサッカー選手でワールドカップに出たかったと答えたらしい。今年の沖縄キャンプでの楽しみについては、自分のさらなるレベルアップ、まっすぐのレベルをもう2つぐらい上げたいと回答。 WBC の決勝アメリカ戦に登板、マイク・トラウト選手から三振を奪うなど14年ぶりの世界一奪還に大きく貢献。アメリカのファンからは、 MLB のレーダーにかかる選手、20歳でこんな球を投げるのかよと驚きの声が上がっている。 WBC を優勝した後の祝勝会、シャンパンファイトには参加できず、20歳であるが、実はアメリカは飲酒が21歳からとなっており、高橋選手は参加する気満々でゴーグルつけてやってたけど、マネージャーさんからアメリカは21歳かららしいと言われて水を飲んでいました。その場にはいたので少し楽しみながら、最後にみんなから水をかけられましたと笑った。元中日ドラゴンズの福留孝介氏からの優勝インタビューで、マウンドに上がるまで足が震えてどうなるかわからなかったですけど、マウンドに上がったからにはゼロで抑える気で全力で戦いましたとコメント。インタビューを終えてからは、栗林さんやったよとユニフォームと金メダルを掲げながらカメラに報告する。2020年のドラフト会議で中日ドラゴンズから単独で1位指名を受ける。入団会見ではチームの顔となる存在になりたいと力強く決意を述べた。今シーズンにトレードで中日に移籍した涌井秀明選手、聞きたいことを問われた高橋選手は、3年目の成績がえげつない、高卒3年目であの成績ってどういう感覚か聞きたいと答える。ちなみに涌井選手の高卒3年目の成績は防御率 2.79、 17勝10敗。佐々木朗希選手、宮城大弥選手とは一つ後輩ではあるが仲良し。佐々木選手のインスタグラムには食事会で撮った3人での写真が投稿されている。中日ドラゴンズのマスコットキャラクタードアラとも仲良しな高橋投手、ドアラのニット帽をかぶって一緒に写る高橋投手の姿がツイッターに上がっている。昨年9月13日の DeNA 戦、7回を114球1安打1失点の熱投を見せるが援護なく敗戦投手。1点勝負になると思っていた中で先に点を与えてしまった、投げ負けたと思いますとコメント。援護が少ないことから YouTube には問題、高橋宏斗は援護が2点だったら何勝何敗だったというタイトルの動画がアップロードされる。6勝7敗だった昨シーズンに対し、援護が2点の場合は10勝2敗と驚異的な成績となる。プロ野球ウルトラに出演、ヤクルトスワローズの村上宗隆選手に昨シーズン5号51号を被弾した高橋選手だが、9月4日に51号を浴びた瞬間、マウンドで思わず笑ってしまった映像が紹介されると、いやこれもう笑っちゃいましたねと解雇。投げミスではなかったんです、自分の中でもストライクゾーンにあわよくばファウルになればいいやと思ったんですけど、簡単にバックスクリーン横に運ばれたとお手上げ状態。また番組でパネリストを務めた陣内智則さんから、聞いてみたいことありますかと今後の対戦へ向けて村上選手への質問されると、そうですね、どこを投げたら打てないのかとポツリ。スタジオは大笑いとなり、陣内さんからは言うか調べろそっちでと突っ込まれる。2022年の元日に初詣で引いたおみくじは人生初の大吉。高橋選手は、大吉のおみくじは今も財布に入っています。去年ずっと怪我をしていて試合で投げられていなかったので、そのことを考えると大吉の効果出ていますと嬉しそうに語る。ちなみに2023年のおみくじは吉凶が半々である運勢の半吉だったらしい。昨年オフ2100万円増の3500万円で契約更改、まずはドラゴンズの日本一、先発で投げる以上は全勝するつもりで投げたいですとコメント。今年成人式を迎えた高橋選手、中学の卒業式ぶりに会った人ばかり、誰かわからない人もいましたと苦笑いしながらも写真撮影やサインに笑顔で応じたそう。 WBC の決戦の地マイアミへ移動する飛行機は約13時間半のフライト、高橋選手は11時間も寝ていたそう。昨年末、高橋選手の憧れという前田健太選手との対談が実現。第一印象は明らかに次元が違う、いいピッチャーいるなと思ったそう。登録者数31万人の YouTuber イラチャンネルのコバさん、
マイアミに準決勝を観戦しに行った時に高橋選手からサインボールをもらったことを自身のツイッターに投稿。 WBC の宮崎合宿で初のブルペン入りした際にはダルビッシュ選手からとにかく球が強いですし変化球も切れる、ストライクを投げる球に困らないでしょう、最近の若い選手は本当にすごいなと思いましたと大絶賛。いかがでしたか。今回は侍ジャパンにも選出されたドラゴンズの将来のエース高橋宏斗選手の面白いエピソードを50個紹介しました。今後の活躍に期待ですね。このチャンネルではプロ野球の時事ネタや選手について紹介するのでチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。